今日はこの冷凍のシリアキヌゲネズミをボールパイソンにあげていこうと思います。いろんなカラーがあります。爪が鋭くて刺さってしまいました。ハツカネズミとかドブネズミに比べるとこのキヌゲネズミは脂肪分がすごい多くて太りやすい餌です。シュガーです。パステルオレンジゴーストです。パステルバナナと何日か同意してたんで、うまくいけば卵を産むかもしれません。このシリアのキヌガネズミは一匹のメスとその子供たちのみから繁殖されて、今世界中にこれほど広まったと言われています。野生個体はほとんど見つからなくて幻だったみたいなんですけれども、その1匹と14匹ぐらいの子供が繁殖して今世界中に動物の実験用とかペットとかで出回ってるらしいです。クレステイと結構にちょっと似た感じですね。